それでは調理場後へご案内いたします。こちらが戦前調理場として使われておりました。戦後駐留軍から横浜市へ返還された後は横浜市の歴史編纂作業が行われていました。あちらにありますのが食品庫です。それでは、配膳室を紹介いたします。こちらが配膳室でした。盛り付けられた料理はこちらにありましたリフトで2階へ運ばれていました。それでは1階へ戻ります。お疲れ様でした。なお今回ご紹介した場所は通常公開はされておりません。